ウェザーマスタースクリーンタープセルとキャノピータイプテントの簡単なジョイント方法。ウェザーマスター 4S ドーム270、ウェザーマスター ST ドーム270、ウェザーマスターブリーズドーム240とスクリーンタープセルの連結方法。タープの側面のフラップを巻き上げ、テント側のキャノピーも巻き上げておきます。ジョイントするタープの中にテントを移動し、タープ側面のフラップ裾についているループをペグで留め固定します。ポールフックをテントのフロントポールにかけます。タープ天井のリングにコネクティングテープのフックをかけます。スライダーを引っ張り張り具合を調節します。ウェザーマスターブリーズドーム3300とスクリーンタープセルの連結方法。横幅 240cm、270cm のテントと接続する際は左右方向に、横幅 300cm のテントと接続する際は前後方向に接続します。